かれるか、くびきに乗らず安心して歌舞伎町を楽しむかはあなた次第です。そこは西屋の奥から声をかけられてやりました。その人は店を探しあなたを助けるただ大味噌をついています。客引きに誘導された店で高額な料金を請求されるなど被害に遭う可能性があります。絶対に話を聞いてはいけません。というのもお店の地図を任されてるのはそうだ。それは後からさらに
しいよな。You are like this.